はい、最近、夢グループ系 YouTuber の太郎社長です。はい、今日はね、久々にこのまたパークサイドベースでね、ちょっとパークサイドラジオという感じでね、私一人で、とりあえずやってみるという感じでね、今動画を回し出しました。で、今回ですね、まずこれオンエアサイン買ってみました。これね、ちょっと前にね、ショーツの方でね、ショート動画を上げてますけど、これをねすることで少しこう格好がつくんじゃないかなということでね、今日は第1回目のこのオンエアを使ったパークサイドラジオをやってみようと。で、最近ですね、僕の動画、すごく夢グループの商品レビューをした動画が、伸びてます。まずですね、一番伸びてるのが一昨年ですね、夢グループの卓上クーラー、これをミックスボックスですね、我らがパークサイドベースの軽キャンバーの中で、レビューをした動画が今、26,000 回ぐらい回ってるんですね。しかも、今年のこの暑い夏の、初めぐらいですか、6月ぐらいから動画を撮って1年経ってからぐっとこう伸び出したという感じだったんですね。で、それとこう首とかにかけてねやる2つ目の動画、これも夢グループの、手持ちのこう扇風機みたいなね、それも商品レビューしてるんですけど、それもなんとなく伸び、その2つがちょっとずつこう伸びてきていて、どうしたのかな、どうしたもんかなと、2021年の最新卓上クーラーもやった方がいいのかどうしようかというふうに迷っていたところですね、1回卓上クーラーやってるんで、じゃあ間にもう1個挟んで、ジェルクッションやろうということで、その時はここでですね、ジェルクッションのレビュー動画を撮ってこれを上げました。で、これも卓上クーラーに比べると伸びてないんですけど、これもちょっとこう伸びてきてるという感じなんで、じゃあいよいよね、2021年のその最新卓上クーラー夢グループのね、例のやつですわ、それを撮らないわけにいかないだろうということで撮りました。で、アップしました。今2300回ぐらいですかね、1週間ちょっとぐらいかなで、回っております。そちらね、今、夢グループ系、YouTuber、 唯一の夢グループ系 YouTuber、パークサイドベースの太郎社長はですね、その4つの動画を上げております。で、またね、夢グループとの商品がね、気になる方いたらコメントをください。そしたらね、それ私のね、許す範囲のね、資金の中で、レビューできるものはレビューしていきたいなというふうに思ってます。でね、これはね、今回ちょっと、夢グループ系のね、その YouTuber としてはやっぱ知ってなきゃいけないかなというのはあって、ちょっと夢グループさんのことをねちょっと調べてみました。例のね、お客様っていう独特な話し方の石田社長だったかな、間違ってたらごめんなさい、あの方意外とやり手なんじゃないかというふうに私は思ってまして、っていうのも、そもそも夢グループは芸能事務所を経営している、会社で、最初のヒット商品っていうのはあれなんですね、こうカラオケマイクっていうんですかね、皆さん、見たことある、一回は見たことあるんじゃないかなっていう、こう番号を入れてですね、マイクに入れてテレビにつなぐとですね、カラオケができるっていう商品ですね。
あの商品がヒットして、そもそもその 通販系のねものにこう入ってくるっていう、そういう感じだったと思うんですよね。でそのまあそもそもなんでじゃあカラオケだったのかといえば、あの大元はですね芸能事務所だと、夢グループそのものがですね、まあ代表的な、所属タレントというかね芸能人と、まあ私も愛してやまないその自動車唱歌とかを歌ってる小林明先生ですか、大物ですよね、とかですね、あと狩人のお兄さんなんだか お父さんなんだか分かんないですけど、とかですね、あとは調べてみるとチェリッシュだったかなとかですね、こう意外とこのまあ昭和のね、40〜50年代大活躍をした、まあ芸能人の方たちが今も所属してますし、まあ当時から所属してたんでしょうけど、まあそういうその芸能事務所だということなんですよね。ですからね、なかなかバカにできないと。で、まあ今回ね、ちょっとせっかくね夢グループ系 YouTuber を、名乗らせていただく以上ですね、まあ今後も夢グループさんにはお世話になりたいなというふうに思いながらもですね、まあ夢グループさんが出す商品だけをレビューしてもね、なかなかレビューできる商品が多くはないので、まあ今後はねちょっとこういう、まあ、場で商品レビューをね、僕が使っていいなと思うもの、またはキャンプギアとかね、そういったものを中心にちょっとやっていけたらまあいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、まあそんな形でね、今後ともよろしくお願いいたしますという感じですけども、まあこんな形でね、夢グループ系 YouTuber、 パークサイドベースの太郎社長、今後ともよろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくね。